俺の名はスタッカー。今年大学を卒業したんだ。これから俺の新しい生活が始まる。4月から働く予定の会社があるワシントン州に越してきた。もともとは結構な田舎に住んでたから、ワシントン州の企業に内定決まったよ。すごいじゃない。おめでとう。これから始まる都会での暮らしに俺は胸を弾ませていた。だけどコロナウイルスが猛威を振るったことによって内定取り消し。もうこっちに越してきてるんですよ。弊社も厳しい状況でして、ご理解ください。ちょっと、もしもし。俺の新生活は始まる前にぶち壊された。コロナが都会を中心に蔓延していることは知ってた。しかし田舎ではかかっている人もいなかったし、今更田舎には帰れない。まさかこんな形で煽りを食らうなんて。家賃や生活費を確保するために仕事を探したけど、どこも雇ってくれない。ありがとうございました。やっとの思いで俺はアルバイトを見つけたのだが、コロナはそんなギリギリの生活すら俺から奪っていく。え、休業？いつまでです？知らんよ。町全体ロックダウンになってんだから。バイト先まで失い、俺は途方に暮れた。仕事の給料頼みで引っ越ししてきたから、今はほとんど貯金もない。どうしよう。ロックダウン中だから実家に帰ることもできなくなった。金もない、仕事もない、外にも出られない。マジでどうなってんだよ。国は俺にこのまま死ねってのか。俺の心はどんどん荒んでいった。暇つぶしは SNS を覗くくらいしかないのだが、なんだこのハッシュタグ。俺の目にあるメッセージが飛び込んできた。いつもならバカなやつだと無視だ。しかし俺は精神的に追い詰められていた。そうだ、俺が苦しんでるのに何もしてくれない国が悪いんだ。そのコメントの主へ連絡していた。政府の締め付け政策のせいで全てを失った。その上コロナ検査で陽性。こうなったらコロナ患者を増やして奴らに復讐してやる。死ぬのは年寄りだけで俺らは死なない。参加希望者は DM よろ。しばらくして十分な人数が集まったという連絡がコメントの主から入り、ここか、随分大きいな。俺は指定されたアパートに行った。すると女性から話しかけられた。ねえねえ、君もパーティーの参加者？あ、そうだけど。やっぱり私もそうなんだ。どうやら女性はコロナパーティーの参加者らしく。じゃあ一緒に行こうよ、ほらほら。え、あ、ちょ、彼女に手を引かれ、俺は半ば強引にアパートの中へと連れ込まれた。中に入って心底驚いた。へえ。ふぅ、上がるぜ。そこではすでに数十人の男女が大音量の音楽の中バカ騒ぎしてたんだ。政府の要請なんかクソくらいだ。コロナで死ぬのは老人だけだろ。感染したらその時に考えりゃいい。世界がどうなろうと知ったこっちゃないわ。俺も熱気に当てられ輪の中に混ざった。そうさ、コロナなんて知らない。俺たちは自由だ。仕事だけじゃなく自由まで奪う国なんて滅びればいいわ。溜まっていた鬱憤を言葉にして吐き出すのは最高に気持ちよかったよ。うん。すると会ったばかりの彼女が突然キスをしてきた。濃厚接触嫌だった？いや、大歓迎さ。その日俺たちはこれまで我慢していた全てを余すことなく吐き出した。14日後、当然のように俺はコロナウイルスに感染した。あのコロナパーティー参加者で感染が発覚したのは今のところ32人。参加者の半数以上、中には重症で ICU に入った人もいるそうだ。こんなに苦しかったなんて。ちなみに俺は自分の軽率な行いを死ぬほど後悔してる。なぜなら死ぬほど苦しいからだ。症状が重くなってからは想像を絶する息苦しさ。発熱、異常なほどのだるさ、はっきり死を予感できる。この後の医療費とかのことも考えると頭まで痛くなってくる。後々知ったんだが、同様のパーティーで感染して死んだ人もいるそうだ。でも今の俺の願いは仕事でも金でもなく、ただ一つ、死にたくない、生きていたい。後悔しかない。頼むから命だけは俺から奪わないでくれ。